はいですか、ポッキーです。今日は何の日ですか？そう、2015年の10月11日皆さんにとってはですね、多分3連休の真ん中の特に何もない日だと思うんですけど、まあ僕からしたらですね、結構な記念日でして、何かっていうと、ちょうど2年前の2013年10月11日に僕はこの YouTube チャンネルに初めて動画を投稿しました。つまりですね、2年記念ということですね。だから恋人だったらこうなんかイチャイチャ祝うんでしょうが、まあ僕は一人で動画を撮っているわけなんですけど、それまでにもですね、動画はまあ YouTube に上げたりしていたんですけど、このチャンネルになってからは2年ということで、今日は本当に楽しい日となっております。はい、まあ別に特に何も変わったことしてないし、ずっと家にいたんだけど、ですね、まあ今回の動画はですね、ただ喋るだけですね。まあなんで喋るだけになったかっていうと、まあそれが一番感謝の気持ちが伝わるかなという気がしたので、そちらにしました。まあちなみにですね、スーパーマリオメーカーで鬼畜ステージをプレイして、死ぬごとに頭の毛を抜いていこうかなとかいう企画を考えていたり、あとデスソースをなんか一気飲みしようっていう企画を考えていたんですけど、両方とも危ないという理由でやめました。はい、あとですね、2周年記念ということで、まあ、僕の1日動画投稿の1日をね、皆さんにお見せしようかって思ったんですけど、朝起きて、実況プレイ動画を撮ってお楽しみタイムしてから寝るだけでした。なので動画にしたら多分尺2分くらいで終わっちゃいそうだったんで、やめました。はい、ということで、まあね、今回はこうやった喋った動画を撮ってるんですけど、まあフェイスリックっていうなんか動物の顔がこう僕のなんていうんですか、口に合わせて動くソフトを使おうと思ったんですけど、なぜかあれ起動しなくて、2時間くらい悩んだ末に今の状況となっております。はい、でまあこちらはね、皆さんが描いてくださった絵なんですけど、本当にありがとうございます。そして、まあ、2周年ということなんですけど、まあですね、結構やっぱり2年前の動画に比べたら、僕の動画はなんて言うんですかね、まあ僕自体も動画投稿がね、動画の作り方がね、分かってきた気もして、最近は編集なども、昔は1時間かかっていたのが30分でできるようになったり、僕自体は多分進化してるんじゃないかなって思いますけど、まあ退化はしてないんじゃないかな、変わってないかなあんまりということで、なんかね、たまに結構昔から見てくれてる人からしたら、なんか育っていく我が子を見ているような気分とかいうコメントがあって、なんかあっていう気持ちになるんですけど、まあ本当に長い間僕の動画を見てくれてる方は本当にありがとうございます。いや、なかなかね、やっぱ2年ってなったら結構いろんな自分の状況とかも変わると思うし、なんていうんですか、その生活も変わると思うんで、ずっとね動画を見続けるっていうのはなかなか難しいと思うんですけど、もしいたら本当に素晴らしいし嬉しいと思います。僕は本当にありがとうございます。で、だからといって、まあ別に昨日見始めた人が悪いのかって言ったら、別に全然そんなことはなくて、まあ、僕からしたら、昨日見始めてくれた方も、2年前に見始めてくれた方も、とても嬉しいリスナーさんだと思っております。本当にありがとうございます。最近はですね、本当にもうゲーム実況動画ばかりをね撮っていたので、あまりこういう動画を喋る動画撮ってなくて、本当に何喋っていいのかわかんないんですけど、もうただひたすらありがとうという気持ちです。本当に皆さんのコメントとか、ツイッターのリプライとか評価とか再生がなかったら、絶対2年毎日ほとんど毎日投稿とかもできないと思うし、風邪ひいて2日とか休んだだけでも、本当に皆さんから心配リプライがもらえて、僕は本当に嬉しいものだ、嬉しいと思ってます。とても幸せです。ありがとうございます。いや、僕多分動画投稿とかなかったら本当につまらない毎日だと思うし、何も本当にない毎日だったと思うんですよ。っていうか、そうなんですよ絶対。なのでもう本当にこんな機会をね、作ってくれた皆さんに本当に感謝しております。はい、いや、東京ゲームショウにもチラッと出させていただいたんですけど、チラッとっていうか、まあ、出させていただいたんですけど、まあその時にもですね、本当に会いに来てくれる方が少し いてくださってですね、僕の名前を呼んでくださる方もいて、本当になんかこうやってネットでただパソコンに向かって喋ってるだけだけど、本当に一人一人の人が聞いてくれてるんだなっていうのを実感できて、とても嬉しかったです。はい、そしてメールやあとお手紙などで、本当にポッキーさんの動画を見て、なんていうんですか、笑えて、頑張れましたとかいうことを本当に、書いてくれる方がいて、まあ、本当かどうかは分かんないですよ、もちろん。お世辞で言ってるのかもしんないですけど、僕はそれを見て、あ、嬉しいなっていう感じで、毎日モチベーションが上がって、
動画を撮っております。あんまね長くも喋れない、僕トーク力もないんで、あんま長くも喋れないし、喋るごとにこう滑舌がね悪くなっていって、いろいろ崩壊してくるんで、今日はこれくらいで終わりにして、またお会いしましょうか。まあ次は3周年記念なんですけど、3周年かーって感じですよね。動画投稿してますかね僕。いや、まあ必ずしていると思うんで、別に強制的にね絶対見なきゃいけないみたいな、見なきゃ知らないってことはもちろんないんですけど、まあお暇な時にちらっとね僕のバカな動画を覗いていってくれれば嬉しいです。はい、まあ少しでも楽しんで見てくれればいいんですよ。まあ他の何も考えなくていい、もう他に本当に僕の動画を見るときに楽しんでくれれば僕は嬉しいです。ということで、もしこの動画を楽しんでくれたらぜひ高評価ボタンを押してってね。では次回3周年でお会いしましょう。3周年も笑顔で、じゃあ。